10年前の目覚めの日、二人の再会、運命が変わった夜の出来事を。どうして？どうしてうまくいかないの？無理だったのよ。そう、何百年の月日をかけようが、不可能は決して覆らない。終わらない、救えない、手を汚し続けても、約束、守れない。このままじゃ、私、リアン様。お？また、反応が。満月のエーテルに反応し、転送装置が半強制的に起動。ここまでは想定内。座標の誤差を検出しているだけだと思っていた。でも違う。やっぱり存在する。私の知らない転送装置がオートの地下に。確かめなければ。ディアナちょっと闇落ちした顔してるな。ここは？あ、ここで、リアンを見つけるのか。この深度はクレーター湖の底に底？あ、さらに底？まさか、あの週末の崩落を耐えて現存していた？そんな、千年近くも耐えていたというの？あ、アストライア。神を内包する気象装置、まだ稼働している。これのおかげで守られていたのね。でも、ここは一体、こんな施設があるなんてデータベースには。コールドスリープ装置？まさか、中に人が？リアン様。リアン様。ディアナ？はい、ディアナです。よくご無事で。ここは、その姿は？どうされました？私に近づくな。リアン様？新しい道を見つけようとした。すべてを失った自分にも、できることがあるのならと、せめてみんなを守ることができるのならと。すべて間違っていた。落ちた身で守れるものなど何もなかった。失った時点ですべて終わっていた。私はもはや人ではない。殺すことしか能がない化け物だ。だからどうか最後の願いを。ああ、君の手で死ねるのならば本望だ。体が動かないうちに早く私を今すぐ殺してくれ。そんな、ぐ、が、頭が痛むのですか？今治療を。違う、来るな。ダメなんだ。剣を握ればどうなるかわからない。頼む、殺してくれ。私を君の手で。出なければ私は。落ち着いてください、リアン様。はあ、ダメだ。私の意志では抑えきれない。うぐ、リアン様。何もかも間違えた。このままでは君を殺してしまう。耐えられない、これ以上は。終わりをくれ、ディアナ。最後の願いを。愚かな私に慈悲を。どうか私を殺してくれ。なぜ？なぜリアン様は死を望むの？永遠を得るために私は、終わらせないためにここまで。なのに。どうして？どうして？どうして？ああ、そうか。私はずっと間違えていたのだ。間違え続けて終わらないばかりにここまで至ってしまった。永遠の法など人の手に過ぎたもの。偶然手にしてしまった歪な断り。わかっていたはずだった。見て見ぬふりをしていたのは全ては約束のため。そう、リアン様の願いのために、私は。でも。
ああ、そういうことだったのですね。私でなければ、三度は殺されていたでしょうね。ぐっ。心脈の暴走。止めるためには、記憶ごと封じるしか。なるほどね。ディアナが封じたんだ。てか髪の毛ここで切られたのか。あ。やっと会えた。もう手放したくない。あの美しい思い出を、かけがえのない日々を。でも、私の体は、能力は、今日のために得たものだったのでしょう。安心してください。私は死にません。そして、あなた様を死なせない。私は、すべてを、私を忘れても、あなた様には笑っていてほしい。生きてほしいのです。忌むべき力を記憶ごと封じます。どうか思い出さないで。せめて幸せな最後を。ディアナ。はあ。なるほどね。髪の毛が、私じゃないみたい。そう、そうよ。私は、私であることをやめたい。どうか終わりをください。許しなどいりません。罪を抱えたまま、束の間の夢でいい。すべてを忘れ、新しい私に、あなた様のおそばで。ここでザウアーがなんで目覚めるんだろうか。ここは、くそ、体が鉛のように重い。なんだこの装置は。あれから俺たちは。ライゼはどこだ？アーストライア、やっと解放された。ふふふ。ああ、ここから始まるの。復讐と再生。積年の悲願を。これなんで装置を止めたのか？未来の私へ、どうかこの手紙を読んで。私のただ一つの願いを。設定完了。これで全ては。転送準備開始。てめえ、ライゼに何してやがる？なるほど、ここになるのね。ライゼを離せ。ダメ、今暴れたら。エラー発生。次元の歪み確認、制御不能。この、うわぁ！キャーで、10年間の空白ができるみたいな。すべて思い出した。私が今まで何をしていたのか。ディアナとして、リーンとして。罪を重ねて、この手を汚して、みんなに合わせる顔なんてない。リアン様の隣にいる資格も。私も資格など有してはいないよ。散々大切な人を、君をこの手で傷つけた。でも、それでも、悩み、悔やんでも、立ち止まることだけは許されない。ありがとう、ディアナ。君のおかげで、私は今ここにいる。君の罪で、私は生かされたんだ。だから、これから共に償っていこう、ディアナ。笑った顔がライゼだ。君が教えてくれたんだ。今、俺たちにできることを、道を歩み続けよう。はい、リアン様。いえ、リアン。ディアナ、帰ろう。みんなのところへ。セーブ後自動的にタイトル、マジか、またか。え？どんなタイトルになるの？おー、真っ白になった。ほんと凝ってるね、演出に。おー、戻ってきた。え、格好が格好まで変わっちゃう？みんな、戻ってこれたようだな。成功したのね。よかった。みんな、無事なのか？ごめん、みんな。ライゼ？なんだなんだ？いきなりどうした？生きている。ああ、
でも、俺は、まあ殺したもんな、一回な。うわぁ！逆にこれでロストしそうだけど。取り乱してごめん。みんなのおかげで、すべてを取り戻すことができた。すべての記憶、すべての背負っていたもの、そして、俺は大切な人たちを、この世界を守りたい。あ、そっか、このリアンはまだ不死化の手術受けてないから、普通に死ぬのか。じゃあロストとかはないのか。今度こそ必ず。ライゼ？ティサラちゃん、私、思い出せたよ、みんなのことを。ごめんね、迷惑かけて。リーン、お帰りなさい。ただいま。ねえ、水を差すようで悪いんだけどさ、師匠が急に消えちゃったんだ。ああ、そうだ。気が感じられない。さっきまで一緒にいたのに。まさか、この件、師匠なの？師匠、ルビスです。返事をしてください。どうか返事を。嫌だ。こんな、いきなり、まだ私は何も師匠に。師匠、どうして？答えてください、いつものように。師匠、うわぁ！ルビスにとっては悲しいわなぁ。そう、師匠自ら。私は託された力を決して無駄にはしない。彼女の意志を最後まで引き継ぐつもりだ。だから。わかったよ。うすうす気づいていた。師匠の命は限界に近かったことも、その命で何かをなそうとしていたことも、そして師匠なきあと私がするべきことも、認められるわけないのにさ。でも今否定したら私は師匠の思いを踏みにじったことになる。命がけで成し得た思いを、それはもっと許せない。ルビス、今までは師匠の命令だったけど、これからは違う。師匠の願いは私の願い。私も協力させて、ね、師匠の愛した世界を守りたいんだ。ありがとう、ルビス。うーわー、悲しい。ずっとずっと師匠以外の人間は信用するに値しないと思い込んでいた。でも、それはどうやら違ったようだ。少しだけ、まずは君たちのことから信じてみてもいいかな、なんて。ねえ、そうでしょ、師匠。ああ、泣きそう。そうですか。彼女が何をなそうとしていたか理解した上での協力でした。しかし、別れというのは分かっていても辛いものですね。ベロニカから計画は一通り聞いています。おそらくその件が例の。使い方はわかりますか？え？託された瞬間、ベロニカの思いを感じ取ることができた。この件の真の使い方、理解しているつもりです。そうですか。私も彼女の意思を継ぎ、月への転移の準備を進めます。月へ直接乗り込むことができるのか？ええ。月は人為的な力でこの星へ推進しています。月へと向かい力を内側から止めれば崩落を止めることができるはずです。だからあの時みんなは月まで。そしてその剣は最後の切り札となり得るでしょう。じゃあ今すぐにでも。ごめんなさい、調整に手間取っているの。あ、次元の神、女の人だったの？なんか見た目的に男だと思ったんだけど。もう少し時間をください。月崩落までには必ず間に合わせます。なんか喋り方が女っぽかったよね。え、どうすんのこれ？調整に手間取っている。え、どうすんの？これは？あ、まだいけない。格好が変わっちまったんだよな。月にはまだ転移不可能か。この時間で何をするべきか。時間があるならやっておきたいことがあるの。私、村のみんなに謝りたい。罪を償いたいの。ディアナ。
封じていた力の使い方も全て思い出すことができた。今ならクライブ博士の残したデータをもとに不死化をか、おお、解除できる。なんだって？お願いアルバート君、協力してほしいの。わかった。リアン、旅立ちの誓い覚えている？ああ、村に帰るときは全てが明らかに、ああそうだそうだ、その時が来たみたいだ。帰ろう、俺たちの村へ。ピョーンって飛んでくれる？飛んでくれない。じゃあ向かおうか。一応セーブしておこう。はい、法和村にはどうやって戻るんだ？ただいま月転移のためのメンテナンス中です。あ、そっか、喪失の丘の下にいたのか。じゃあこのまま行けば、あ、会話が。すまないディアナ、過去に傷つけてしまったこと、私はやっぱり君を、その髪も私が、いいの。誰よりも傷ついていたのはあなただって知ってるから。体の痛みなんてほんの一瞬、心の傷に比べたら。ディアナ、それにね、この髪は私が望んで短くしたの。本当なら不死の体ですぐに髪は元に戻っていた。私の力でそのままの長さに留めたの。あ、そういうことね。そうだよね、長かったもんな。そこまで戻るみたいなこと過去に言ってたもんね。どうして？自慢の長い髪だったじゃないか。鏡に映った姿を見てね、別人みたいって。この姿の私なら全てを忘れて新しい生き方ができるかもしれない、そう願ってしまったの。そうだったのか。正しくないやり方だったと分かっている。でも私はこの髪型にリーンになれてよかった。あのひとときが今の私を支えている。だから今から向き合ってみせる、過去と私の罪と。待って、いい会話がある。10年前、私だけが転移に成功し喪失の丘で目覚めた。ザウアーはアルデオの遺跡群に飛ばされてしまった。じゃあリアンはこの10年間どこで何を？何もない空間で身動きできずにいたのを思い出したよ。どうやら転移の際の異常で次元の狭間に取り残されていたらしい。確かに次元の狭間には時間の概念はないわ。肉体年齢が変化しなかったのはそのため。そんな私を誰かが助け出してくれた、次元の狭間から喪失の丘へと。一体誰が？今ならわかる、あの時の声、確かにベロニカのものだった。ああなるほど。ベロニカは最初から最後までずっと助けてくれていたんだ。ベロニカさん、そうだったのね。ありがとうベロニカ、あなたが託してくれた力絶対に無駄にはしない。今度は私が必ず救ってみせる、すべての大切なものを。ベロニカはずっと見守っててくれたんだね。ああ悲しい。こっちか。あ、まだ会話が。ライゼとリーンの記憶が戻ったのはいいとして、どうして服装へ掃除？ティサラよく突っ込んだそれ。目覚める直前までは赤い軍服だったのにな。精神だけ転移したという話と辻褄が合わない。もしかしたらこの件のおかげかもな。精神次元でいろいろあってさ、直線まで着ていたのがこの服だったんだ。物質を司る神の力が宿るんだ。何が起こっても不思議ではないが、いつもの服装に慣れてるから違和感がすごいわ。そうかな。記憶が戻ったせいか、俺はこの服であることに必然性を感じている。きっと彼らに向き合うには俺はこの姿じゃないとダメなんだろう。そういうことならベロニカから最後の贈り物だったのかもしれないわね。まあ、そういう風に考えるとまあ納得できるところもあるわな。あー敵出るのね。会話会話。師匠との思い出を語ってもいいかい？ぜひ聞かせてください。
私が孤児だったって話はしたっけ。首都の下水道に隠れ住み、え、城や町で盗みを繰り返すひどい日々だった。ある日事件が起きてね、死ぬ気で逃げ回っていたら本当に死にかけてしまったんだ。そして命からがら逃げ延びた先がダルムスタだったのさ。そこでベロニカに助けてもらったってこと？そういうこと。細かくはいろいろあるんだけどね。あの時手を差し伸べてくれた師匠、女神様のように見えたよ。まさか本当に神様だったとはね。本当に素晴らしい方だったのね。ああ、師匠は罪滅ぼしだって言ってたけど、私には関係ない。私は師匠に救われた、それだけだったんだ。今ならわかるよ師匠、次は私が誰かを救う番だって。師匠が守りたかったものを守るべきだって。ルビスさん、うん、え、戻ってきた？マチ、もしかして今満月なのかな？どこ行けばいいんだ？ここ入りゃいいのか？